こんにちは現役高校音楽教師ピアニストまゆみです今日は新しい私の相棒愛車とな、えー、れるためにね、ちょっと遠出を、初めての遠出を今からしようと思っています。えー、行き先はあのー、皆さんもよくご存知のところだと思います。またそれはあのー、別の回でご紹介はしますね。それではよろしくお願いします。えー、最近の 投稿で、まあ、政治とか健康とかいろいろなお話をしているんですけれどもうんちょっと勉強しすぎましてあのネガティブな、えー、ちょっと悲観的な方に何か話がねあの持っていかれて頭とかその関心を持っていかれてしまっているんです。で先日ねあの久しぶりに矢作直樹先生のお話を聞きました。えー もうねあのー、緊急、はい、病棟の第一線でもう文字通り体を張って、あのー、頑張ってこられた方のおっしゃる1段も2段も3段も100段も1000段も上からの、えー、俯瞰した目での、えー、おっしゃることというのがとてもとても 頭というか心というかもう体全体に響きましてあの結局今の状況っていうのは最も悪い私たちの中にある最も悪いものが表面化して出てしまった結果であるから、まあ、それは仕方がないとして受け止めるしかないんだとそしてそういう悪い方向に持っていこうとする動きの方に関心を向ける必要はない。 というふうにおっしゃっていたのがとても印象的でした。とても救われた気持ちがしました。えー、吉直俊明先生が本当に体を張って実際に実行してあの悪い流れを止めて元に戻そうとしてくださってるっていうことに対して、ヤ、え、ハ、ー、先生っていうのはもうその緊,緊急病棟の第一線で文字通りやっておられた方ですので、うーん私はヤハ先生を えー、初めて知ったのはもう10年以上前初めてご本を読んだ時に感動したんですけれどもまああのー、ちょっとねこれも一回立ち止まって、あのー、もちろん情報は自分で取らなければいけませんし、あのー、気をつけることは気をつけなきゃいけないんですけどどうしようもないことはどうしようもないのでね、まあ、ちなみに私の両親はですね、あのー、言っても止めない やめないのでもう仕方なく傍観していたんですけれども、えー、確かめましたことところなんと注射をですね5回打っておりました、うん、でその直後だったですかね父がものすごく体調が悪くなって結局自宅で生活ができなくなったのはでもちろんそれを言いますとねあのー、因果関係がわからないとかって、まあ、逆にあのー 両親のの方から言われてしまうので、まあ、あのこの言い方をあえて申しますがあの身内のの老人の説得が一番大変でございます、まあ、ですけれどもその矢作先生がすごくおっしゃってたんだ私笑っちゃったんですけどあの「実際に接種してしまった人はこうやって考えてください」うん「義理を果たせてよかった」というふうにそこまで思うことができたら達観すればいいんですよと私の 両親は結核だったんですよとでも一緒に暮らしてましたよというようなことをお話になっておられて、まあ、極度に恐れることもないけれど、まあ、でももちろん情報は自分でとってやれるべきことはやってということをしていくことは絶対に必要なんですけどね。うん、ということであの私はねこれね今新しいあの愛車の中で取っております。なんかね、ね、最新式の、ね あのこれ、えー、と電話もここで出れたりとか当たり前かもしれないんですけど今新車に乗っておられる方は私は18年乗ってましたので18年前の仕様の車に乗っておりましたですからもう全てがびっくりすることばっかりでもちろんドライブレコーダーもついておりますしあのナビはあるしもういちいちちょっとでもあの中央線をはみ出すとピーピー言ってくれますし前の車が出たら。 はい前の先行者が出ましたよみたいなことを教えてくれて、まあ、ありがたい限りです、まあ、なのであの前の子のことは断腸の思いでございましたけど18歳のね、えー、この子と新しい人生をやっておりますそれでね、あのー、これからのことなんですけど、あのー、そこまでする必要はないかもしれませんがこれは私,の、えー、じめです私は年内は旅行などは一切取りやめました。 やむを得ない学会や勉強会そしてどうしても会いたい人以外と会ったり、えーまあ、混んでいるようなところに行くことは一切やめます。旅行はもちろんいたしませんであのこの私が車の中で撮ってることがなぜ多いかというとまず完全に1人になれるということで声が非常に通りますので。 あのはっきり取ることができるということもあるんですけれどもあのねうんどうですかこれはねマスクは、ね、いつもね忘れちゃうからここにもう一つかけてるのでこれはあのえ私の友人でこういうのを作る作家の人がいて作ってくれましたでねあのー、なんて言うのかしらあのー、うんまあね あの当たり前のことなんですけれども,もう自分の自然治癒力をあの信じてもう成功不読をやっていこうと思ってるんです。で車というのは何が素晴らしいかと言いますと1人,人暮らしの方はそういう欲求はないかもしれませんが同居の人間がおりますと自宅で1人きりになれるということがないわけですね。 もちろんピアノを弾いていることはひと時は一人になれるんですけれどもやっぱり物理的に完全に一人になれるというこの空間は私にとってはもう,もう,もうえ本当に大事なところで故にこのしっかり一緒に動いてくれてというこの一体感がその楽器との関係のところでお話しましたけど私たちピアニストは楽器自分の弾いている毎日弾いている相棒で本番を迎えることができません。 ですから、えー、心からの信頼関係とともに、えー、実はあの距離感があります。ですけどもこのね、うん、車っていうのは一緒に動いてくれますから一体感が半端ないわけですよ。んだからね私はあの車のというのはものすごく私にとってあの大事なもので1人きりになって移動をし。 まあ手の痛い私の荷物もね一緒に運んでくれですから自然の中を歩けるような場所というのをいくつかこのコロナ禍において私は見つけました女が1人で歩いても大丈夫なところですそういうところをいくつか見つけましたのでまあでお弁当もね作ってきましたよもうあの結局混むとこに行けないの分かっているからもうお弁当をね作ってここの中に入れて持ってきましたでそれもね もうあの私はあの吉野先生がおっしゃっているものは全てやめましたので最後にねちょっとだけあのまだ果物は残していますけど本当にそれもあの甘いものはあの例えばりんごだったらね私紅玉しか食べないんです今紅玉が出てきてすごく酸っぱくて美味しいですあと極わせのみかん酸っぱい、うん、甘くないでねそういうのを少しだけ食べるっていうことにそれを 食後の楽しみとして残しましたけれども、えー、小麦それから植物油乳製品そして甘いものは全てやめましたそして混んでるとこに行かれないわけですのであのもうレストランとか食べ物屋さんに行けないってことがはっきりしましたですのでお弁当を作りました決めてしまうとねすごくね楽ですうん当たり前のことです自分に、ね、しっっかり向き合った時間を まあこの子ね、ありがたくこの子と移動して、そしてあの気分転換をして、体を少し動かしてね、そしてあのしっかりと頭を切り替えて、うちに帰って勉強をして、ピアノを弾いてという時間、人生を見つめ直す大事な素晴らしい時間としていこうと思っております。いいつももありがとううございますこのパンツはねもうね 20年以上入ってます。ローラーシュレ。すっごく気に入ってます。ではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching。最後までご視聴ありがとうございました。